小沢武雄から1926年1月29日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。貴族院議員、男爵。幼名、直おの城。小倉藩士、小沢義坊の長男として生まれる。1866年、第二次長州征伐において、軍事役兼人馬奉行を務める。1868年、 母親戦争に出征し、越後、合津へ転戦した。明治政府の若松民王局に出資し、軍務官必制、兵部小6、兵部県第6、兵部第6、兵部県小進む、む兵部省7等出資を経て、1871年、陸軍少佐に任官。第2副官、陸軍省官房長、アメリカ出張、陸軍省、第1局長代理などを歴任。 1877年2月から10月まで、西南戦争に正当総督化本営参謀として出生、出征。1878年11月、陸軍省省に進級。陸軍省、第三局長、同第一局長、同総務局長、県陸軍士官学校長、陸軍省有などを経て、1885年5月、陸軍中将となった。陸士校長。 三謀本部次長、陸軍三謀本部長、欧州出張などを経て、1890年10月、予備役に編入された。1887年5月24日、男爵を女爵し家族となり、1890年9月29日から1926年1月まで、貴族院直選議員に在任した。1 8 9一年十二月十七日、絶火事件により、 陸軍中将を輸し面官となった。谷と敵提出の県議案の賛成演説で軍機色があったとの理由であった。貴族院内では谷と同一行動をとった。1893年、この絵集まろ、蘇我助のりと共に北海道協会の設立発起人となった。日本赤十字社副社長、上野鉄道初代社長を務めた。ありがとうございます。